アニプレックス、ドリコム、キララファンタジア。気にするな、このような時。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア始めていきましょう。私はヤガミコ。まさかこっちでも学園生活部の活動ができるなんてな。トレーニングましょうか。ちょっと困った。サンキュー、すごくいいね。またお願いするか。今回は何やりましょうかね。お、エトワリウムのかけらをいただきました。いろいろいただきましたね。いつも会社に泊まってると思われるんだよ。さすがに2日に1回は帰るよ。メインクエストやりますかね。皆様のことをしっかり。ちなみにサッカークエストのは超強敵ゴクが出てんだ。一応プレイできますね、超強敵。おはようございます。一日は挨拶からですよ。もうちょっと皆様のやりとりをこんな間近で。我慢してメインクエストやりますか。ちなみに曜日クエストは お金を集められるスタチューとか、この辺も魅力ありますけどね。メインクエスト行きます。小選択。今回4章スタートです。はい、A の狭間にてっていう企画ですね。スタミナも2分の1なので、積極的に進めていければなと思います。今回、あ、なるほど。じゃあ炎属性で。炎属性だから不思議のゆず子行ってみますか。行ってきます。この辺りは涼しくて過ごしやすくなってきたね。砂漠は暑い上に奴らが出てきて本当に大変だったもんね。そうだ、この辺りで少し休んでいくのもいいかもしれないな。何を言ってるの、まだまだ先は長いんだから。早く神殿に戻ってソラ様をお救いしなければいけないのに。それは分かっているけどさ、これまでほとんど休みなしで旅を続けてきたんだ。当然疲れは溜まってきている。特にキララは戦いに次ぐ戦いだったんだぞ。僕たちにはキララを信じるしか戦う術がない。そのキララが疲れで倒れでもしたらどうするんだ。心配してくれてありがとう、マッチ。僕は心配なんて。でも私なら平気だよ。それに早く女神様を助けたいっていうランプの気持ちもわかるから。ありがとうございます、キララさん。一刻も早くソラ様をお救いしなければならないのです。そうだね、早く助けに行かないと。って思うんだけど、どうかな。わかった、キララの言葉を信じるよ。先を急ぐとしよう。もうすぐ街が見えてくるはず。まずはそこで情報を。
お、クロモンだ。こんなところに。初めてのバトルですね。頑張ります。チャンス使ってみましょう。行きますよ。こうやって。あれ同じ魔法だ。すごいない。もっともっと先に行くんです。こうやって押して、いい感じ。扱いですね。これシュナ魔法だったんだ。結構強いぞこの鈴風アオバ。鈴風アオバ、あれ同じ属性だっけよ。着物が違うんだ。ダブル鈴風アオバ、すごいな。炎で行ってみましょう。よーいスタート。やってみなければわかりません。よし。苦労してますね。さあ、いきなり使ってみます。倒しましたね。いつでも準備いいよ。お、レベル10だ。なかなかダメージ与えてます。オーダーってなんだ。気をつけてクリエメ。街は普通に見えますね。そう思わせて油断を誘っているのかもしれない。見なよ、あそこにいる人のよそよそしい態度。マッチが驚かれているだけかも。僕が？いやいや、クリエメイトにならともかくそんなことはないと思いたいけど。なんだろう。そうか、これまでの戦いでアルシーブはもう僕らを十分に邪魔な存在だと考えているはずだ。確かに。そろそろ手を打ってきてもおかしくない。例えば僕らに接触しないようお触れを出したりね。そう考えればあのよそよそしい態度にも納得がいく。よそよそしい態度って、マッチ考えすぎじゃない？少し避けられちゃっただけでしょ。いいや、そんなことないね。ランプはもう少し考えないとダメだよ。神殿を飛び出した時もそうだ。ちゃんとキララと出会えたからよかったけど。
どうした？キララさん、どうかしましたか？この町のどこかから感じる。これってクリエメイトのパスだと思う。本当ですか？やっぱりこの町にいらっしゃるんですね。でもなんだかゆらゆらしてる。ゆらゆらってなんだいそれ。なんとなく不安定な感じなんだよね。ユノさんの時と近いかも。多分うまく言えないけど、その人が一人ぼっちで不安だからじゃないかな。それはいけません。すぐに見つけて差し上げないと。どこにおられるんですか。とりあえずは聞き込みからかなって。僕が声をかけると驚かれるかもだから、キララよろしく。うん、任せて。すみません、ちょっといいですか。さらえてしまいました。驚かれるどころか逃げられたね。あんなに避けられちゃうとちょっと傷つくね。キララさん、私に任せてください。その避けられたんじゃなくて怯えてるんだと思います。なので私たちは怖くないですよって伝われば大丈夫かなって。さっきよりも早く逃げていったね。そうだね。なぜですか。なんでやの。おや、ランプと同じようなこと言ってる人が。関西弁。あれはなんでみんな逃げてまうのやろ。やっぱりこの格好のせいやろか。ほんまどうなっとるん。気づいたら知らん場所やし。トール、え、ルン、ナギ、お願いやから誰か出てきて。Aトレインじゃない、Aチャンネルだ。ゆうこ様、嫌でしょうね。までで一番早いかも。なんでですか。厳しいですね。さあ第3節へ行きましょう。どこまで行くかな。まあスタミナなくすまでだろうけどな、普通に考えれば。行きましょう、チアです。行きましょう。というわけで、あなたのことを探してたんです。クリエメイト。そうなんや。うちのランプが追い回してすまないね。大変申し訳ありません。ちょっと興奮しすぎました。ええよ、もう気にしてへんから。それにうちかてやっとお話ができる人に会えてホッとしたんや。それにしてもうちらのことが聖典に書かれてるやなんて、ちょっと変な気分やね。クリエメイトを言うたっけ。うちそんな大層なもんとちゃうけどな。そんなことはありません。いや、ゆうこ様は素晴らしい方です。知的で美しく、しかしそれをひけらかすことのない奥ゆかしさ。さらには友人もとても大切にする優しき心、私はゆうこ様にお会いできて光栄です。褒めすぎやって。それにそのゆうこ様言うのもやめてえな。ランプさん。そんなさん付けなんて恐れ多いです。どうかランプと呼び捨てにしてください。あ、やっべえ。いっそ私のことはしもべと思っていただいて。禁止禁止、サマつけるの絶対に禁止。重ねて謝っておくとしよう。すまなかった。ランプには後でよく言い聞かせておくから。ええよ、
せやけど、いつもあんな感じな？いや、今日はやけにテンションが高いかも。きっとランプも不安なんだよ。早く進まなきゃって気持ちと、優子さんたちを助けたい気持ちで。なるほど。テンションが高いのは不安の裏返しか。そっか。真面目でええ子なんやね。理解してもらえて助かるよ。ありがとう、優子。ええよ。うちもルンたちを見つけたいし。キララさんのパスーいうのでわかるやろ？はい。優子さんとのつながりが3つ。かすかにですが、感じます。3人言うたらきっと、ルンとトールとナギや。みんな一人ぼっちなんかな。早く見つけんとね。怖いけど、うち頑張るで。優子さん、そうですね。一緒に頑張りましょう。この格好もナギんちで遊んだゲームの魔法使いみたいやし、魔物が来たらこうババーっと。さあ来た。いやー、なんやのこれ。どないしよう。検察はここ異世界やし、あ、そうや、携帯でここ異世界や。優子様、今お助けします。キララさん、クロモンは私が。兵は拙速をたったぶと言います。これでユーラルジ、これ登録したいです。倒しましたね。さあ第4節。お花行きましょう。さあ行きましょう。一丁やりますか。はい。レベル4に上がりました。優子様、すみません、危険な目に遭わせてしまって。
もそんなに謝らんといて。ランプちゃんのせいやないよ。でも、ん？ランプちゃん？あ、ごめん、嫌やった？そんな嫌だなんて、むしろ光栄です。よかった。せやったらうちのこともさま付けはやめてな。じゃあゆうこさん呼び捨てでもええよ。それかゆうちゃんとか。そんな恐れ多い。ゆうこさんと呼ばせてください。やれやれ。町の人たちが警戒してたのはあちこちにクロモンが隠れてたからかな。だろうね。ゆうこも負けず劣らずの怯えっぷりだったけど。お、怯える。どうしたんだろう。どうかしたん？うち、そんなに怯えてた？それもそうなんだけど、もうオーダーの影響が出ているんだろうね。オーダーの影響。それって、うちらに関連したことが起こりやすくなっとる言うてたものやったっけ？Aチャンネル？はい、確かにありえるかもしれません。ゆうこさんの怯え方に似てましたから。怯えてるというのか、わたわたしてるというのか、焦ってるというのか。うちのことよう知ってるんやね。大ファンですから。おお。ありがとうな。そう、ゆうこの表情と言葉が合ってない。さて、ゆうこの反応はともかくとして、これだけクロモンがいるのはまずい状況だね。これだけの頭数を用意されたんじゃ、人海戦術で押し切られかねない。アルシーブより先に他のクリエメイトたちを見つけるのが難しくなってくるよ。大丈夫、私たちにはキララさんがいます。先を急ぎましょう。さあ、第4節まで終了です。さあ、第5節に移ります。へえ、じゃあここって別の世界なんだ。ええ、そうです。だから逃げても無駄。あなたに帰る場所はありません。そっか、じゃあお仕事見つけないと。仕事は大事だよ。なぜそうなるのです？だってほら、働かざる者食うべからずって言うし、ご飯が食べられないと困るでしょ。あ、そういえばこの世界ではどんなもの食べるんだろう。牛とか豚っているのかな。あ、もしかしたらもっとすごいお肉が。何か勘違いしているようですが、あなたにはもっと差し迫った問題があるでしょ。そうだね。やっと分かってくれましたか。今のは。お腹すいた。クリエケージの中にいれば食事も睡眠も不要なのですが、おとなしくしていてくれるのなら食事を持ってきましょう。うん、おとなしくするよ。食事は1日2回、それぞれ時間は3回。3回。強調してます。わかりました。食事は3回にします。他に何か必要なものがあれば言ってください。存在の扱いをするつもりはありません。うん、ありがとう。ありがとうって、本当に状況を分かってるのでしょうか。ソルトちゃんは小さいのにしっかりしてるね。トールみたいだね。トールどうしてるかな。心配してるかな。ナギちゃんもユウコちゃんも大丈夫かな。その方々もすぐに見つけてここに連れてきます。本当にありがとう、ソルトちゃん。まずはクリエメイトを一人確保しました。うん、彼女が手中にある限り状況を一気に覆されることはありません。計算は立ちました。ただ調子が狂います。会話が噛み合いません。先が思いやられます。いえ、
お前たちはよくやりました。ルーンを捕らえる際、周囲に目撃されていないのですよね。なら良いのです。彼女たちはこれまでにおいて正確にクリエメイトの居場所を探り当てています、うん、どのようにして見つけ出しているのか、ソルトはその秘密を理解する必要があるのです。理解さえしてしまえば、ソルトがシュガーのように失敗することはありえません。それはどうかな。どんな手を使っているのかは分かりませんが、ソルトは甘くありませんよ。さあ第6節ですが、3属性あるんですね。これはちょっと、でもこのままでいってもいいと思います。いきましょう。細田遥香がいますね。よーいスタート。さあいきなりバトル。よし。おっと、なんか甘くなくなってきた。強いですね、この先の敵は。おっと、中ボスか。あ、でも一発で倒しましたね。歓迎なんだけどね。おそらくそういうことはないと思うよ。ナギ、ルーン、トール、いたら返事してえな。うちはここにおるで。なんだかクロモンを呼んじゃいそうな感じだけど、まあ目の届く範囲にいるなら問題はないか。キララの方はどうだい。クリエメイトの詳しい場所は分かりそうかい。さっきよりはっきりと感じられるようになってきたかな。一番近くに感じているのは多分この先の町のあたりかなって思うんだけど。けどどうしたんですか。うん、急に動かなくか。もしかしたら誰かが捕まってしまったのかもしれないね。なんと、二人ともその情報そのまま優子さんに伝えたら絶対にダメですよ。いきなり小声になったと思ったら優子に聞かせないためか。どうしてだい。あんなに皆さんのことを気にしてるんだから伝えた方がいいと私は思うんだけど。だからこそ慎重に伝えなきゃいけないんです。優子さんの心配性はキララさんの考える倍の倍ぐらいすごいんです。そうなんだ。ただでさえルーン様たちがいなくて不安なのに、いきなり誰かが捕まってるかもなんて聞いたら今以上に慌ててしまいます。まともにお話もできなくなってしまうかもしれません。確かに。うん、わかった。なるべく優子さんを心配させないように伝えればいいんだね。まあ聞こえる範囲におらへんよな。キララさんの方はみんなの場所分かるようになってきたん？キララさん、ここは私に任せてください。ユウコさん、さっ
きよりも位置は詳しく分かってきました。目指すはこの道の先です。バラバラに感じているので全員が捕まっているということはありません。まあいいこと。全員が？それって、ああやっぱり勘が強いかもしれへんってこと？その可能性は否定できませんが、相手の目的は皆様を集めることです。だから捕まっていたとしても手荒な真似をされているなんてことはありません。ならひとまずは大丈夫って思ってええよね。はい、それに安心してください。私たちにはキララさんがいます。うん、キララさんはゴールで皆様の力をお借りして戦えて、しかも明日の力で皆様を探すことができます。今までにも3人の七賢者を追い返してきたんです。今回も大丈夫です。だから何も心配することなんてないです。ほんまにすごいんやな、キララさんは。何も心配することなんてないなんて言われたら僕はむしろ警戒しちゃうんだけどね。でも優子さん、さっきより元気になってるね。しかし相手の目的はみんなを集めることか。ユノは確かにそう言ってたね。オーダーで連れてきたクリエメイトを全員集めなければクリエを奪うことはできないということか。私もそうなのかなって思ってたんだけど、違うのかな。この辺は謎か。いや、間違いじゃないと思うよ。クリエ刑事の仕組みだったり今までのことを考えるとね。私たちは必ずクリエメイトの皆様を元の世界にお戻ししてみせます。それが目的。さあまずはこの先の町へ向かいましょう。そこにクリエメイトがいますから。うん、よかったら少し。サンキュー。すごくいいね。またお願いするかも。さあどうするかな。まあまだいけます。いきます。良い報告と悪い報告が。どちらからでも構いません。続けなさい。そうですか。彼女たちに優子を確保されてしまったと。それで良い報告は何ですか？ナギを見つけましたか？よくやりました。それでどこにいるのです？なるほど、それは好都合です。作戦を実行に移しましょう。どこだ？お前たちは彼女たちの監視を続けなさい。ナギは指示を出すまで確保する必要はありません。陽動作戦かな。必ず秘密を暴いてみせる。秘密？ソルトちゃん、さっきお話ししてた黒い子何？あれはクロモンです。ソルトたちのしもべ。かわいいね。ちょっとだけ青ロに似てるかも。青ロ？何ですかそれは。青ロは青ロだよ。トールが大好きなの。子供向け番組なんだけど最近は人気も出てるんだって。説明になってません。あ、そういえば今週の放送どうしよう。ソルトちゃん、ここにテレビってあるかな？なかったら録画しておかないと。トールが今回は絶対に感動できるから見てって言ってたんだ。あなた
自分が囚われの身だという自覚はあるんですか？あるよ。あるんかい。これほど信用ならない言葉を聞いたことありませんね。どうしよう。トールと約束したのに。ソルトは少し出てきます。おや、もしかして録画してきてくれるの？違います。ソルトにはやることがあるのです。ただ手配ができるようならばしておきます。ソルトちゃん、うん、行ってらっしゃい。捕らえた相手に手を振って見送られてしまいました。クリエメイトとは皆あんな感じなのでしょうか。いえ、考える必要はありませんね。セサミはともかく、カルダモンは余計な深入りをしたせいで失敗したのです。クリエメイト、せいぜいソルトの目的のため目的利用させてもらいましょう。特にナギ、あなたはソルトがより計算しやすくなる動きをしてくれました。ん？その姿を見せなさい。そしてソルトの計画をさらに進めていくピースとなるのです。なんだろう。ソルトがあなたとなり彼女たちを惑わせます。そうすれば彼女たちの力の秘密が見えてくるはずです。8節です。おっと、ここはちょっと変わりますね。炎と草か。じゃあこれでいいかな。水属性。そろそろ行きますよ。聞いたところによると、この辺りは同じような規模の町が集まっているそうです。なるほど。今向かっているのはその中の一つなのですが。うん、バスはそっちの方から感じてるよ。それにしても大変でした。近づくだけで怯えて逃げてしまう町の人たちに話を聞くのは。そうだね、ランプは根気よく頑張ったよ。もちろんです。ユウコさんがご友人と無事に再会するためならいくらでも頑張れます。ほんまありがとうな、ランプちゃん。ユウコさんに褒められちゃいました。嬉しそう。浮かれてる場合じゃないよ、ランプ。クロモン来た。ユウコさん、下がっていてください。一発か。これは倒せなかった。倒した。
疲れ様、キララ。うん、ランプがユーゴさんを守ってくれたから、うん、こっちに集中できたよ。当然のことをしたまでです。ほんまランプちゃんはまだちっちゃいのにしっかりしとるな。なんや、トールを思い出すわ。そんな、ランプちょっと気が緩みすぎ。まったく、ユウコに褒められるたびにこれじゃ先が思いやられるよ。でも、ユウコさんって優しそうで、ついデレデレしちゃうのもわかる気がするよ。それも確かに。クリエメイト大好きなランプが我慢できるわけないか。そりゃそうですよね。ほら、二人とも遅れてますよ。嬉しそう。ユウコさん、早く行きましょう。おお。はい、まあ、ひとまずですね、結構時間経ってますんで、ここまで一旦終わりたいと思います。次回、まあ、イベントが始まったらイベントを、そうでなければこのノーマルクエストの続きをやっていきたいと思います。応援よろしくお願いします。応援といえばチャンネル登録者ですね、1000人まであと100人となっておりますので、ぜひ登録ご協力お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。